future hold? He's to hoping that times get better, but even through stormy weather, all I know is I will be with you. You make me new daily, true, you're my soul. ただそれだけ。ありがとうございます。
僕が、言ったんですすみません、本当に本当に感謝です。この二人をこれからも見守っててあげてください。これからもよろしくお願いします。私は亜美の何事に対しても一生懸命なところ、誰に対しても思いやりがあるところに惹かれました。これまでも亜美の包容力や持ち前の明るさに何度も助けられました。
これからは私が亜美のことを一生守っていきます。そして亜美の家族、亜美の友人を一生大事にしていくことを誓います。亜美が着た服をそこら中にポイポイしても怒らず笑顔で片付けることを誓います。これから永遠に変わることなく、どのような時にも亜美の支えになり幸せな家庭を築いていくことを誓います。私は仕事を頑張りながらも周りに気配りを忘れない、心優しく穏やかな彼に惹かれました。深く知る水でたくさん悩みながら努力していることを知り、支えることはできなくても一緒に悩んで同じ気持ちになりたいと願いました。翔くんというとご飯が美味しくて何でもない景色が綺麗に見え、読んでいる小説はより深いものになり、好きな音楽がもっと素敵に聞こえるようになります。彼がアンテナとなり、世の中のたくさんの情報が美しく変換され私に届くことをとても幸せに思います。また私が彼にとってそんな存在であればいいなと思います。二人でくだらないことを言い合ってゲラゲラ笑い合う瞬間が大好きです。だから私はこれからも生活の中にくだらないおふざけをたっぷり散りばめ続けることを誓います。一緒に食べるご飯が美味しすぎてたくさん食べ過ぎてしまう私ですが、翔くんに変わってしまったと思われないよう、またこれ以上会社の制約がきつくならないよう腹八分目を心がけることを誓います。そして翔くんがおじいちゃんになってもずっと元気で隣にいてもらえるよう、なるべくヘルシーな美味しい食事を作り続けることを誓います。2017年10月28日本日皆様の前で翔くん、亜美さんは無事に夫婦になられたことをここに宣言いたします。Let's have babies. Let's go on holiday. And it's late night TV.